い、どうも皆さん、こんにちは。久しぶりの体育の拠点動画をお送りしていきます。キラキラチャンネルのー、ケースケです。ぷっぷー！ということで、ね、今回久しぶりですよね。体育の拠点動画ですね。なんとですね、先日で、体育の拠点が早いもので、はい、こちら。ドン！はい、体育の拠点1周年迎えましてね、記念パーティーやってきております。よいしょー！いやー。早いもので、もうね、昨年の5月の23日ぐらいにリリースされて、まあ、あっという間に1年経っちゃったんですね。で、今日はね、何をお送りするかと言いますと、なんとですね、やっぱり1周年を記念しましてね、こちらのパックやってきております。はい、記念パックですね。こちらね、なんと11,800円で、なんと大工の拠点ゴールドルーンが5個、エリクサールーンが5個、そして戦いの本が8個と、建物の本が8個も、手に入るんですよ。で、しかもこれね、1回だけじゃなくて、2回まで購入ができるということなので、もうこのパックが出た瞬間ね、ツイッターの方で視聴者様から、ケースケ、もちろん買うようなお前、というね、脅しをいただいておりますので、今回はこちらのパックを買っていってね、ルーンとか使っていきたいなと思います！ということで、早速、はい、課金していきましょう！レッツゴー！はいはい。じゃあね、今からね、パックをね、買っていきますんでね、ポチッとなパスワード入れるシーンはね、カットしますんで。はい。じゃあね、購入していきましたね。購入、記念パックを購入しましたって出たんですけども。じゃあ、果たしてね、これちょっと、果たして本当にマジックアイテムこれ、入っているのかね、ちょっと見ていきましょう。いきますよ。これ、てか、大工の拠点の方でもマジックアイテム使えるようにしてほしいんですよね、個人的に。まあいいや。はい、見て。あー、覚えてる！見て。はい。すごい量になって。ちょっと待って。ゴールドのルーンが、この間1個も、クランゲームで1個入手していたので、6個になりまして、で、エリクサールーンが5個。そしてね、建物の方、いろいろね、パックいっぱい買ってたので、8個追加されたんで、16個まで増えてます。これだいぶやばいし。あと見て。はい、戦いの方が、10個になっております。ちなみに大工の拠点の方はね、もうユニット研究終わっちゃってね、あとはもうこっちの方か、自分の村の方で使っていくみたいな、そんな感じになりますよね。いや、見て、やっぱり、圧巻ですよね、この数。建物の本とかも、タウンホール11の方は、カンストしてますし、何使っていくか悩むんですけども、じゃあね、あともう一個買っていきましょう！はい、2パック目の購入手続きが完了したんでね、じゃあ、OK していって、OK。で、からの、じゃあ行きますよ。見ましょうか。マジックアイテム。果たして、何個になってるのか。まあ、もう、計算すれば数わかんないけど。わあ、すごい。見て。はい。戦いの本が18個にまで、増えております。すげえ。で、建物の本24個よ。で、ゴールドのルーンが見て、11個。11個もあってからの、エリクサーのルーン。10個、すごいな。こうやって見て、圧巻ですよね、やっぱり。なので、そうですね、戦いの本に関してはね、ちょっとね、こっちの方でまだ資源も全然溜まってないんで、使い道ないし、あと、建物の本に関してはね、次のアップデートですね、が何やってくるのかちょっとわかんないので、ちょっと、本に関してはね、ちょっとステイにしておいて、で、今からですね、このゴールドのルーンですね、ゴールドのルーンと、あとエリクサーのルーンですね、こいつらを使っていきたいなと思います！では、早速購入したね、ルーンの方使っていきましょう。いやー、ほんと。ルーン21個一気に使うなんてなかなかないですからね。で、ちなみに、そう。ここね、エリクサータンクとかタップするとルーン使うっていうね、表示がね、出てくるんですよね。なので、今からね、まぁ、ちょっと84万ぐらいにエリクサー溜まっちゃってるんですけども、まぁね、これね、一気に使っていって、もうね、エリクサー自体はね、もう使い道ないんで、僕。あとはね、これね、もう、壁塗るだけなんですよね。壁塗るだけなんで、ちょっとじゃあ、壁、はい、行きますよ。レベル8の、ルーニー、はい、見て。はい、見て。1個300万の壁が、もうこんな風に、はい、もうどんどん濡れちゃってる。どんどん濡れちゃってるよ。ほら、もうまたもう1個使っちゃって。はい、行くよ。うわ、すごい、たくさん濡れちゃってるよ。見て。やらしい。さあ、行くよ。で、また、はい、もう、作業するように。もうね、もう作業ですか、ここら辺は。もうただただ、ね、ルーンをね、超貴重な、はい、ルーンを、ただ、普通に、ポチポチしてって、塗ってるだけの作業。見て、これだけでもう、4個塗れちゃってる。4ピース塗れちゃってるのかな？あと何個ある？
あと、あ、そうですね、4ピース使ったんでエリクサーのルーンですね、4個使って残り6個となっております。いや気持ちいい、すごい気持ちいいよ。で、あ、これもどんどん、もう俺スパセルの財布ですからね、こういう風にどんどん貢ぎをね行っていって、どんどん塗っていきます。バランスよくね塗っていきましょう。じゃあこっち方向もねルーンを使っていって、いやマジか、はい、いっぱい、もうすぐいっぱいに溢れちゃう、いっぱい溢れちゃって、で塗れちゃって、はい、こっち方向も、はい、すぐにね、ルーンを使って、はい、溢れさせちゃって、塗っちゃっての繰り返しで、これだいぶ塗れましたね。あともう一個ぐらいある、あ、あともう一個ぐらいある、いきますよ。で、これでもうラストかな、はい、どう、これで、あ、まだある、まだあるんで、じゃあ行くよ。すげえすげえ、俺今日で壁乾燥するんじゃない待て待て待て、あれ、あ、あともう一個、え、あともう一個で、ちょ、俺壁乾燥の強さ見たいから、ちょっと、うわうわ、見て見て、あと残り4ピース、え、もうエリクサーのルーンは、あ、使い終わっちゃって、あと残り4ピース、どうしよう、みんなこれゴールドのルーン使ってやる、じゃあちょっとゴールドのルーン使って、もう壁も乾燥させちゃいましょうか。皆さん、これはだいぶやばいぞ。いや待てよ、ゴールド300だから、うんとね、微妙に課金していこうか、微妙に課金してて、エメラルド1260、あ、あーあー、エメラルド、エメラルド足らない、あー、816しかないどうしよう、ちょっと待って、ゴールド180万余ってて、ゴールドのルーン使うのもったいないんで、課金しちゃうか。はい、じゃあね、早速なんですけど、宝物のね、11,800円の、やつですね、エメラルド購入しまして、見てください、14,816円目ございます。なのでね、さっき言ったようにゴールド180万ある状態でね、ちょっとね、やっちゃうとね、もったいないんで、ここから1262円目使って、はい、ゴールド空っぽにしていって、さあ、残り3つ、今日で壁、乾燥させちゃいますよ、皆さん。いくよ、はい、ゴールドルーン、いっぱいに、わ、気持ちいいな、これ。すぐにパンパンに溜め込む。すぐにパンパンになって、もう気持ちよすぎますよね。じゃあ行きますよ。でからの、はい、塗っていって、さあ、残り、2ピースとなりました。もうカンストの儀。カンストの儀よ。いきますよ。じゃあこれも、塗って、いきます！オッケーオッケーオッケー。さあ、ラスト、ラスト、これね、もう、3ピース、3つ目かな、ゴールドのルーン。で、塗っていって、はい！見てください、壁乾燥しました、よいしょー！いや、気持ちいい。こんなね、もう本当にね、壁って結構時間かかりますかね、乾燥させるのに。なのでね、こういう風にね、一気にね、廃課金してね、乾燥させるってなかなかいいですね、時間短縮に。でも、まだ、あとゴールドのルーンが8個残っている。さあ、これも使い切っていこう。何使っていこうかな、何使おう、ちょっと、とりあえず一旦、ゴールドのルーン使って満杯にしといて、あとね、もう大体ね、使用施設上がってんすよ。あ、アーチャータワーとか、ちょっと上がってないんで、はい、ポチっていって、からの、どうしようかな、建物の方使っちゃおうか。建物の方、あ、でも24個もあるし、1個ぐらい使っちゃっても、いいよね、24個もあれば。次のアップデート何やってくるかわかんないんですけど、まあ、10個ぐらい、とりあえず10個ぐらいを確保しとけばいいか。なので、さあ、建物の方を使って見て、アーチャータワー3つ完成しました。素晴らしい。あとはそうだな、警備所はやってるから、あ、オッケー。ロケット花火やっていきましょう。着工。やっぱりね、空軍強いんで、空軍強いんで、これも、はい、やっていって、からの建物の方で、はい、完成。じゃあ、どんどん使いよう。どんどん、もう、こい、もう今日だけでもう、ロケット花火とか、ガンガン乾燥していく。気持ちいい。超決まってく。超決まってく。はい、これも、完成させて。うーわうわ、見て。このスズメバチのお尻みたいな絵柄、強そうで、もうかっこいいっすよね。スズメバチのお尻。スズメバチのお尻みたいな感じで。うわ、すごいっすね。突っ込みたい。じゃあ行きますよ。ここに対してもね、ゴールドのルーンを使っていって、で、からの、はい、使っていって、今建物の方何個ぐらいあったっけ？今20個ぐらいあるかな？ 20 個ぐらいある。どうしようかな？じゃあね、ゴールドのルーン、あと残り3つなんだ。早いもので、楽しい時間はあっという間。まあ、ここら辺はもう、エメポチしていこう。せっかくポチってたんで。はい、見て、これによってアーチャータワー、ロケット花火も、完成しまして、もう対空に対してめちゃくちゃ、強くなった。いや、いいね。じゃあね、続いてね、2連砲いっちゃいますか。続いて、2連砲、着手していきまーす。2連砲ね。はい、これもね、いくよ。2連砲も、着工。
からの、これはもうね、ポチってく。ポチってって、はい、2連砲も、強い強い強い。で、これも、ゴールドのルーンで、やっていって、満杯にしていって、見て、行くよ。行くよ、みんな。はい。はい、からの、見て、これが、大人の力。みんな、こんな大人になっちゃダメだよ、ちなみに。こんな大人になっちゃダメだよ。ほんと、反面教師にしてね。こういう、こういうね、土底辺の人間にならないように頑張ろうと。今のうちにね、学生のみんなはね、勉強しておくんだよ。じゃあ、行きましょう。さあ、これによって、2連砲もこれで2連砲も終わったこれで。あ、で、金庫タップすると、ゴールドのルーンがなくなっておりますので、見てください。はい。ルーン21個使いまして、なんと壁カンスト、そしてロケット花火やアーチャータワー2連砲もカンストという感じになりました。今月18万ぐらい使ってますよ、俺。やばいっすね。はい。そしたらね、もうね、過配課金するだけではあれなので、せっかくルーン21個使ってね、施設ね、完走させていったんで、この、防衛力、これをね、ちょっと見ていきましょう。とりあえずね、自分の村まだ、トラップとか上がりきってないのとか、大砲テスラがね、まだね、上がってないので、完走、フル完走ではないんですけども、ちょっと、どれぐらい防衛力高くなったかね、見ていきます。なのでね、自分の攻めはね、そんな見ないでください。下手なんで。下手なんでね、自分の攻めはね、見ないようにしていただけたらなと、思いますが、じゃあここ行っちゃいましょう。どうやって行こうかな。もう、あれよ、ジャイボンバー移動放題とかで、いいでしょ。じゃあ行きます。とりあえずトラップとかの確認を行っていきながら、ありますね。で、ジャイとかね、こう散らしていくような、イメージで。で、移動放題をこう広げる感じで。で、ボンバー、ジャイとかね、こういう風に出していきましょう。こう幅広く、面をね、こう押していくようなイメージでいきましょう。いけ、どんどんいけ。ちょっとバーナーとか、いやー、ちょっと移動、ちょっと銃砲とかの範囲攻撃で、ちょっと、これはどうだ、進行的にどう？ちょっと移動砲台たちが、2体ぐらいもう最後の抵抗になっちゃったけど、どう？早く行け、いいよ。いいよ、まだ残ってる。そして、バトルマシン、いけ、頼む。よし、星には、いけるよ。で、メガテスラも壊してってもらって、さあ、テスラも壊せ。いける。だいぶ伸びてるぞ。72%。さあ、どうだ。これで、よし、77% までいった。で、ここで、移動放題ちゃんが頑張ってる。で、これで、かなりパーセンテージ 80% ぐらいはいくんじゃないか。頼む。本当今日動画で、3万ぐらい課金したんだから俺。3万以上だよ、もう。3万、計算するとね、3万、23,600の、24,000の、35,400円ぐらい。課金してんがね、頑張って。どう？このボンバー。これ、イラつくパターンのやつだ。イラつくパターンのやつ。さあ、35,400円ぐらいの力を見せてくれ。いいぞ。まあ、でもこれ、今日強化したのは自分の村ですからね。この攻めに関してはね、いくら課金しても、僕はね、強くならないんで。まあ、ここら辺はいいでしょう。でもボンバー、もうめんどくさ、でもわかんない。キャンプを壊して。オッケーいいよ、83%。でもここら辺で一回。やめときますか。さあ、どう？相手の攻め。こっちの防衛力みたい。どう？やっぱり火力、うわ、見て。え、星。あ、星ゼロいけんじゃないこれ。さすが火力が高い。え、相手どっから攻めてきたんだろう。ちょっとライブリープレイ、ちょっと、もう、大体過ぎちゃってんけど。これパーセンテージ稼ごうとしてる？どう？どこに出した？どこ、そっちか。パーセンテージ無駄に稼がしちゃってる。どこ？でも、いいよ。やっぱりレベルが高くなったんで、見て、あの硬化船ガゴに対して、これだけの防衛力。だってもう、対空爆弾もメガテスラも、俺、あれですよ。バーナーも、乾燥してますからね。いいよ。で、2連砲は、どう？いいよ、強い。強い。レベルの高い。紫のタル爆弾が、強いぞ。で、あとは、実況殺しだな。実況殺しのパーセンテージ稼ぎ。さあ、ただ無駄だ。てめえのガーゴイルじゃビルダーホール落とせねえ。オッケー、よし。星ゼロ防衛、見たこれ。見た。ちょっと待って。最初の、硬化船ガゴとかの、落とし方とか見てみよう。今組んでんじゃん。今組んでて、どっから出してった？こっち方向だよね、多分。
超落としまくってるみたいな。ああなるほど、角から入れて、角から入れてって硬いのを入れていって、でもうやっぱりロケット花火、さあ乾燥してるからこっちの、はい見て、メガテスラだと合わせてあっという間に硬化剤落としていきましたよ。すごい体力のえぐり具合、やばいな体力のえぐり。ガゴとかに対しても確定2発とかかな、確定2発でガゴとかもどんどんやられていくんで、すごいね。やっぱりやっぱレベルってほんと大事なんだなっていうのがわかりますよね。さあさあさあ続いていきましょう。続いてはね、もうジャイボンバー移動放題はさっきやったんで、じゃあね違う編成をねやっていきながら、ね皆さんにね、私ケイスケのこのうまさをちょっとね皆さんにお見せしたいなと思いますんで、オッケー、トラップなどもね確認していって、でいいよいいよ、でちょっと待って、あのね今気づいたわ、ごめん、あの普通に間違えたわ、ちょっと普通に間違えたな、普通にね移動放題3体のつもりが6体になったな。こういうお茶目なところもね注目していてくださいね皆さん。でまあ角からねこう入れていくイメージで、で重砲のターゲットはバトルマシン、だーバトルマシンが取られてる、バトルマシンが取られてるって、ちょバトルマシンが、しまった能力使えなかった、ちょっと能力使えなかったんだけど、どういい感じ、いい感じにターゲットを散らしていって、さあ、よし、よし、で、クラッシャーとか壊してもらえれば、いいよ、ババが回ってきて、ババが回ってきて、いいよ、いいよ、大量の移動放題たちが、さあ、どんどんメガテスラやっつけていって、あ、これ全然あるんじゃないか、頑張って、行くが、行かない、どう ?2連砲、OK、2連砲、OK、OK、壊した、全開ある全開取ってしまうんじゃないか、私、ケスケ、あ、こっちにキャンプがある、こっちにキャンプあるけど、見て、編成普通に間違えたように全開取る。これが私、ケイスケです。見たか?これが課金の力だ。これが、数々のハイ課金動画シリーズで、レベルを上げたユニットたちの力だ。思い知ったか?よし。で、あとは、移動放題か?こっちの方向に。あれこれ、壁を含めての全開とかありそうじゃない?どう?ちょっと壁を含めての全開とか面白いから。頑張って。どう?あー、壊しきれないか?あー、いける。あ、来た、はい、見て、みんな、壁を含めての全開生まれたでしょ。さすがにこれは勝ったでしょ。オッケー、2連勝見て、あ、また、やっぱり硬化戦が多いんで、ほんと、対空施設の強化必要ですね。見てこれ。あ、今度相手は、ビルダーホールの反対側から攻めてきて、で、どんどん、あ、やっぱり火力高いんで、どんどん落とされる。どんどん落とされていくんで、やっぱりこれビルダーホールの反対側から攻めるとやっぱり落とせなかったりしますね。で、見て、レベル24のバトルマシーンも。はい。もうね、到着する前にあっという間にやれて。よし。じゃあ3回目、行きましょう。はい。じゃあね、3回目。お、これは自分と同じような配置ですね。で、お、でもね、これね、ロケット花火はね、あれですね、俺の方が強いですね。俺の方が、全然強いです。メガテスラも俺の方がぶっといからな。極太だから。いや、これはもう行っちゃいましょう。これはもう行っちゃおう。もうね、あーつっちゃって。行きます。ババとかで、確認を行っていきながら。ババ、ターゲット。ちょ、やられてんな。次やられてんな。ちょ、で、オッケーオッケー。じゃあね、次はね、ババボン、ジャイババ移動放題でお願いします。で、ババとかで、いろいろターゲットを散らしていきながら、あとはそうだね、こう、なんか、こう面で押し上げていくような、そんなイメージで、いきましょう。バトルマシンやばい。ちょっとごめんね、連打しちゃって、能力解放の連打しちゃって。で、いいよいいよ。よし。で、あー、ちょっとババとかね、外周削りのパーセンテージの文字に使えばよかったなって、ちょっと後悔してるけど、でもまだ移動放題が4体も生き残っている。いけ、70%。あー、バネ飛んだ。バネットなぎどう?いけ。白ひごにちょっとやられてるけど、いけ、2連砲とか壊せ。2連砲壊せ。あ、惜しい。どうだ?オッケー壊した。壊したけど、最後の抵抗で、終了ですね、オッケー。ま、こっちもうね、ほぼ施設完走になってるんで。さあ、来ました。あ、続いて陸で来てんで、あ、相手も同じような感じで来てましたね。ちょっと見ていきましょう。すごい、こんな奇跡ってあるんですね。え、待って。相手どっから来てる?いやー、でもね、やっぱり今回はね、2連砲もね、自分乾燥してたんで、2連砲の火力も見ていこう。
ジャイとかババとかボンバーで、さあなるほどね、横から横っ腹からねこう食いついていくような、そういうイメージですかね。でやっぱね、壁フル貫したことによってボンバーのこれね、通常の攻撃ダメージ、あの特大ボムじゃないやつはもう確定2発か確定3発になるんで、だいぶ進行が遅くなるんですよね。だからね、やっぱり壁の強化っていうのもやっぱり大事です。で、さあ、そして、ビルダーホールに対して、どう？届く？届かない。移動砲台も全部やられちゃってるから。さあ、強い。2連砲の強化もあって。いやー、ほんとね、今月、バイト頑張んないとね、ね、課金の代償に手にね、入れた力なんですけども、その代償に、バイトを頑張んなきゃいけないっていう感じですね。ということで、今回はですね、大工の拠点1周年記念、大工のパックですね。これをね、買って、で、ルーン21個使って村をめちゃくちゃ強化してみたっていう動画、お送りしていきました。いやー、ほんとにね、防衛力もめちゃくちゃ上がって、あとはもう大砲とかトラップだけなので、そうですね、ちょっとね、ちょっと今度トロアゲ生放送とかやってみて、どこまでいけるのかみたいな、そういったやつもやってみても面白いかなって思いました。で、これからもね、毎日クラクラ動画載せていきますので、まだチャンネル登録してないよっていう人がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。